本田忠直は、三河・岡崎藩の第六代の藩主。忠勝カ系本田家、宋家十六代。天保十五年、信濃小室藩の第九代藩主、牧野光斎の逸ツとして生まれる。慶応三年十月二十五日、岡崎藩の第五代藩主、本田忠元の養子、ただし初めが創生したため、変わって、養子氏となる。幕末期には、 忠元とともに協力して反省を行った。慶応4年3月12日、忠元に代わって上京し、新政府に教順の意思を示した。4月には、寸布城の警備を務めている。明治2年1月、再び上落する。2月10日、忠元の隠居により、家督を継ぎ、受護医た、中塚佐大輔に女医、ジ位任官する。2月17日、 和宮親子内親王邸新の警備を命じられる。6月には、藩赤法官で、岡崎藩知事に任じられた。その後は、貧民救済、常分官、常部官創設による文部の奨励に努めている。明治4年7月の廃藩置県で、藩知事を免職された。明治5年5月からは、ヨーロッパへ留学し、明治11年11月に帰国する。 明治13年4月29日、東京の森川邸で死去した、去年37。七。本田家家徳は、第四代藩主、本田忠正志の長男、忠だ種のこの忠だが継いでいる。ありがとうございます。